東北の特産品やご当地グルメが一堂に会す食の祭典、北の恵み食べマルシェが9月17日から19日の3日間にわたって開催されました。新型コロナウイルスの感染拡大の影響で実に3年ぶりの開催となった今年の食べマルシェの来場者数はおよそ63万人。最終日の19日はあいにくの雨にもかかわらず多くの市民や観光客が訪れ東北のグルメを堪能していました。駅前会場では文化庁が取り組む未来の100年フードに認定された北海道グルメも登場。名寄市の名物名寄煮込みジンギスカンや旭川市のソウルフード新子焼きのブースには炭火の香ばしい香りに誘われ行列ができていました。その他買い物公園会場ではもつくしや海鮮焼き、ラーメンなど食欲をそそるグルメが来場者のお腹を満たしていました。また旭川駅前広場のステージではコンサドーレ札幌を運営する株式会社コンサドーレ、そして一般社団法人コンサドーレ北海道スポーツクラブと旭川市による包括連携協定の締結式が行われました。これはスポーツ振興をはじめ市民の健康増進から SDGs などさまざまな分野で協力し地域活性化を図ろうと締結されたものです。締結式には株式会社コンサドーレ代表取締役 GM 三上博勝さんをはじめ現役当時はコンサドーレ札幌で活躍し現在コンサドーレリレーションズチームキャプテン兼スポーツダイレクターの河合隆二さんらが出席。コンサドーレのファンが見守る中協定書への署名を交わしそれぞれ締結への思いを述べました。何か足りない旭川の街づくりスポーツ足りないものあるんですね。そうなんです、コンサドーレさんとの連携が今まで旭川少なかったんですよね。皆さんそうですよね。ですから私はこの北海道の誇るコンサドーレさんの力をいただいて旭川の子どもたちがもっと喜んでもらえるようにサッカーの技術がまだまだ向上していくような、そして花咲運動公園を含めたこの旭川の環境の整備にコンサドーレさんのお力をお貸しいただきたくて今日の連携締結に至ったところでございます。実は私たち株式会社コンサドーレはですね、プロサッカーチームの運営をしている会社だと思っておりません。我々は北海道そこに所属する自治体道民市民町民総民の皆様の幸せ豊かに元気にするのが我々の仕事だと思ってます。スポーツを通した街づくりというものに真剣に向き合って実施していきたい、イコールそれは旭川市民の皆様と顔を向き合わせながらですね、地域課題というものをしっかりと解決していけるよう頑張っていきたいというふうに思ってます。食べマルシェの最終日を盛り上げた今回の包括連携協定の締結式、今後の地域活性化に向けた取り組みに注目が集まります。25日、旭川市障害者福祉センターオピッタで令和4年度障害者スポーツミニフェスタが開催されました。この催しは市内在住の障害者と難病患者を対象に運動競技を通じた体力向上や障害者同士の親睦を深めることを目的に毎年実施されています。この日は事前に募った30人が参加、カードに書かれた競技に取り組み条件達成を目指すレースを楽しみました。お願いします。今大会の運営には旭川障害者連絡協議会や障害者スポーツ協会のほか
旭川北高校と龍谷高校の学生ボランティア各9人が参加。競技の補助をしたり、競技中の参加者を解除するなど、積極的に声をかける様子が見られました。今日みたいな障害者の方々といろいろな交流をすることで、障害に対する知識とかも増えるし、理解しながら障害者の方々と楽しく交流ができるような場でした。やっぱりこういうゲームとかレクリエーションを通して皆さんが楽しんでくれるのがやっぱり一番大事ですし、レクをするってことはやっぱりインタラクト部とかボランティア方の協力も必要なので、そういうところでやっぱりボランティアとして活躍できればなと思いました。ここ2年ほどみんなが集まってやる行事がほとんど中止になっておりましてですね、障害者スポーツ協会の皆さんがですね、いろいろ接触を伴えないようなスポーツ種目を考えていただきまして実施できるようになりました。旭川北高等学校と龍谷学園高等学校の皆さんに、いつも来てもらってるんですが、手伝ってもらっていることも本当にありがたいんですが、彼らがこの先いろいろ社会に出てですね、いろんな場面でいろんな人に出会うと思うんですよ。その時ですね、一つでもここで経験したことがですね、生きていただければというふうに、それが一番です。有志で参加した学生は、普段こうした活動に関わる機会がないため貴重な経験になったと充実した表情で話していました。あなたも今日から健康体操を始めませんか？健康を保つためにはしっかり栄養をとることが大切。そのためには食べる、飲み込むための口や喉の働きが重要です。今回は喉の働きを衰えさせないために2つの喉トレーニングをご紹介します。 1. 唾液をしっかり出して喉を潤す。 2. 喉の周りの筋力を鍛えて飲み込む力を高める。年齢とともに唾液の分泌も低下します。唾液の量を増やして口の中と喉を潤すことが大切です。唾液による殺菌効果や免疫機能が高まり、飲み込む力や異物を吐き出す力も強くなります。口の渇きが気になる、食事中に水分が欠かせないという方には食べる前の唾液腺マッサージがおすすめです。唾液で口の中が潤うと食べ物が飲み込みやすくなります。マッサージは3箇所、とても簡単です。唾液腺には耳下腺、顎下腺、舌下腺があります。耳下腺のマッサージ、耳の手前に 3,4 本指を揃えておき、左右同時に前の方に向かって数回優しく撫でます。顎下腺のマッサージ、親指の腹で下顎の骨の内側を押します。耳の下から顎先まで少しずつ位置を変えながら 3,4 箇所を両手の親指で上の方向にゆっくりと押し上げます。舌下腺のマッサージ、顎の先端の内側のくぼみが舌下腺、ここを両手の親指を揃えて押し上げます。喉を押さないように注意します。耳下腺、顎下腺、舌下腺の順番で行うと唾液がじゅわーっと出てくるのが感じられます。口や喉の周りの筋肉をほぐす効果もあります。それぞれ10回を目安に繰り返し行いましょう。飲み込む力を高める、喉の周りの筋トレです。飲み込む動作の時に喉仏周辺の筋肉が働きます。この筋肉を鍛えておくと飲み込みがスムーズになり、誤嚥防止につながります。舌の体操、ごっくん体操、
E の体操をご紹介します。舌の体操。舌を出したり引っ込めたりします。口を大きく横に開けて舌を思い切り前に出します。これを 2,3 回繰り返します。次に舌を左右に動かします。舌の先を右に左にと大きく動かします。こちらも 2,3 回繰り返します。大きく口を開けた状態でまっすぐ上を向き、上に向かって舌を突き出します。このまま5秒キープします。慣れてきたら10秒に挑戦しましょう。ごっくん体操。人差し指と中指を揃えて軽く喉に当て、喉仏の位置を確認します。唾液をごっくんと飲み込んで喉仏が上がったことを確認し、その位置を5秒キープします。唾液が出にくいときは最初に少量の水を飲んでからやってみましょう。慣れてきたら10秒など長く挑戦してみましょう。 E の体操。顎と親指を押し合いながらイーと声を出します。顎の下に両手の親指を揃えて当て、指は上に持ち上げ、顎は下げて押し合うようにします。喉仏の周辺に力が入ることを確認します。指を押し当てたまま口を横に大きく開き、奥歯を噛みしめながら首の筋肉を緊張させ、イーと5秒間声を出します。次に誤嚥性肺炎の予防体操、おでこ体操をご紹介します。誤嚥性肺炎は食べ物や唾液などが誤って気管に入ってしまうことから起こる肺炎で、飲み込む力が低下すると起こりやすくなります。おでこ体操は飲み込みに効果があります。指先を上に向けて手のひらとおでこを押し合うようにします。おへそを覗き込みながら5つ数えます。喉仏に力が入るので喉の訓練になります。食事前に10回行うと良いでしょう。口の中を清潔に保ち、口の働きを低下させないことは全身の健康や命を守ることにつながります。美味しく安全に食事を楽しむために、喉トレーニングで飲み込む力、喉の働きを健康に保ちましょう。